海援隊道場インフォメーションです。今回はビッグショー直前、8月20日クラブ系スーパーインブルーフィールドの注目カードをお届けいたします。初代、2代目、3代目と続いてきたマリーンズマスク、今大会にてなんと4代目がデビューすることが決定しました。千葉と野球とみんなのヒーロー、マリーンズマスク、4代目の活躍にぜひご注目ください。マガツキ対ネックス4、3対4ハンディキャップマッチ、タンク長い、豊島邦夫、ユーマ組対吉田彩と最上級、郷浅川、ダイナソー、拓磨組。7月31日に行われたマガツキ対ネックス4のユニット対抗戦8人タッグマッチ、正攻法で挑むネックス4に対し、あらゆる反則を巧みに使うマガツキ、レフェリーが倒れた隙に佐藤が吉田を椅子で殴打し試合を制しました。もっと楽しませてくれるかと思ったけど全然大したことねえな、おめえら。おい、その犠牲だけは認めてやる。俺らとまたやる勇気があるならいつでもかかってこい。悔しい敗戦となったネックス4、翌週クラブ系3000にてリベンジを狙います。早々に熱い気持ちをぶつける吉田とダイナソー、しかしまたしてもマガツキにペースを握られてしまいます。マガツキに立ち向かうダイナソーでしたが、タンクがレフェリーの死角を作ると連続の恐怖攻撃が炸裂。この試合もマガツキの勝利となりました。ネクストのてめえらよ、おい、俺たちのマガツキはよ、逃げも隠れもしねえからよ、いつでもやってやると言ってとこだけどよ、この間みたいに4対4でやったらよ、ただお前らのことを応援するだけになっちまうからよ。次はよ、俺たちがハンディなのに俺たちが3人でよ、3対4でよ、覚悟しとけよ、おい、てめえら。これを受け3対4のハンディキャップマッチが決定しました。おめえらみてえによ、弱えやつらはよ、俺たち3人だけで十分だよ、格の違いをよ教えてやるからよ、てめえら楽しみにしとけよ。おい、マガツキ、今日といい、TKP といい、ふざけんなよ。次は4対3、調子乗んなよ。次、その4対3、必ず俺たちネックスオーがお前らぶっ潰したるからよ、覚悟しとけよ。ネックス4を潰しにかかるマガツキ、このまま負け続けるわけにはいかないネックス4、ユニット対抗戦をお見逃しなく。ストロングスト系タッグ選手権試合、挑戦者朝日しおりメンズ帝王組対王者滝沢大志吉野幸太郎組。ストロングスト系タッグ第31代王者滝沢大志吉野幸太郎組、4月17日後楽園ホール大会にて真下佐藤組を倒し、そして7月31日 TKP 大会では実力とキャリアを兼ね備えた最強挑戦者高道のと金丸義信組を退け3度目の防衛に成功。防衛を重ねながら着々と成長している王者組、一方挑戦者は朝木しおりメンズ帝王組。7月31日 TKP 大会、朝木の持つインディジュニアのベルト、そしてメンズ帝王の持つ UWA 世界ミドル級のベルトをかけ行われたダブルタイトルマッチ、朝木が師と仰ぐメンズ帝王との戦い、試合は朝木が勝利。そして勝ったところで帝王さんの弟子への手はありません。指定で戦うのも一度あれば指定で組むことがあってもいいんじゃないかなと。そして朝日帝王の指定コンビは
滝沢と吉野の持つベルトに挑戦を表明しました。タッグのベルトに挑戦しようかなと思います。プロレスっていうのわかりました。挑戦受けます。翌週行われた前哨戦は朝日と吉野のシングルマッチ。まっすぐな攻撃で朝日を追い詰める吉野。しかしファイティングコンピューターの異名を持つ朝日にかかると吉野の直球はすぐにかわされてしまいます。この前哨戦は朝日の勝利。終わってみれば最後まで朝日の手のひらで転がされてしまった試合となりました。負けても食ってかかる吉野、それを抑える滝沢。この王者の姿に挑戦者朝日が感じるものとは。結局あれなんですよ、吉野ってああいう感じなんですよ。吉野はもう一本調子でガーッと来て、負けても負けたこと気づいてなくてあんな感じでガーッと来るでしょ。で、まあ、ガーッと来るだけまだ吉野はマシですよ。でガーッと来てる吉野を滝沢は止めるじゃないですか。もう大会タイトルマッチ2週間前だっつうのに、うん、止めてる場合かって僕は思うわけですよ。負けてる吉野もどうかと思う、止めてる滝沢もどうかと思いますよ本当。やっぱ一回ね若いからっつって今勢いがあったのかもしれないけども、ベルトは一回引っぺかすべきだったなと、うん、僕や帝王さんが一回持ってなんかもっとプロレスの喜怒哀楽をもっと出せるプロレスをね、僕と帝王さんでもっとやっていきたいなと思いますけど。挑戦者の洗礼を浴びた王者組、タッグタイトル防衛なるか、お見逃しなく。チャンピオンオブストロングスト系選手権試合、王者カジトマト対挑戦者マシモケンゴ。チャンピオンオブストロングスト系第21代王者カジトマト。7月31日 TKB 大会にて長きにわたりベルトを防衛したタンク永井を倒し、見事新王者となりました。しかし喜びもつかの間、ついにこの男が動き出します。その男とはマシモケンゴ。お喜びの男は兄貴よ、目の前でタンクがやられてよ、リーダーがやられてよ、黙ってるわけにはいかねえんだよ。早くも最強の挑戦者を迎えることとなったカジ。カジ政権が始動し、最初の戦いはマシモトの前哨戦。ヘビー級の2人が揃ったタンクとマシモのマガツキに対し、体格的にやや分が悪いトマトとホンダ。しかし持ち前のスピードと技で対抗し、両者一進一退の攻防が続きます。今度は飛びつき腕引き逆十字固めを狙い、マシモの腕を取るとこらえたマシモはそのままホンダをマットに叩きつけます。マシモはホンダを垂直落下式ブレーンバスターで完全に沈黙させると、なんとスリーカウントは取らずトマトを挑発。トマトの目の前で虫の息のホンダに無道を決め、試合を制しました。前哨戦確かに負けたよ、だけどな、8月20日ビッグショーでは絶対に僕は負けない。ハイテンショントマト、キャストマトの勢いは止まらない。カジトマトは、チャンピオンになって勢いは止まらないだっけ、なんか言ってたな。止まってんだよもうよ、おい負けてんじゃねえかよ、止まってんじゃねえかよ。試合中もそうだ、なんだ勢い、なんだどこだった勢いなんてよ、おいお前の勢いなんて嘘だっつうのよ。8月20日証明してやるよ。はぁ、あ、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 はぁ
ようぜ。あれだ、マシオの援護、やっぱりすごい、最強、最強だよ。でもその最強に勝ったら、カズマともっと最強に近づく。そのためにも必ず8月20日ビッグショーでマシオ剣豪倒さないといけない。僕のね、勢いは誰にも止めさせない。僕の勢いは絶対に止まらない。ハイテンショントマト、カズトマトの勢いは止まらない。ついに立ち上がった最強の挑戦者マシモ剣豪。カズトマトは勢い止まらず防衛となるか。海援隊道場の頂点のベルトをかけた戦いをお見逃しなく。8月20日土曜日、クラブ系スーパーインブルーフィールドの全カードはこちらとなっております。坊主連合に頼もしい助っ人ロッキー川村選手が参戦です。前売りチケット情報です。リングサイド席は完売、指定席 A と指定席 B は受付中です。用意席はお早めにご購入ご予約ください。大会は海援隊道場のホームリング千葉ブルーフィールドにて18時半より開催となります。海援隊道場の暑い夏はまだまだ続く。8月20日クラブ系スーパーインブルーフィールド、皆様のご来場お待ちしております。